KDDI もスマホの端末料金半額を打ち出しました。携帯電話 au を運営する KDDI はスマートフォンの端末料金を最大で半額にするプランを発表しました。対象の端末は iPhone 11などで4年間48回の分割払いで、2年後以降に対象機種に切り替えれば最大で半額分残りの支払いを免除します。10月から端末と通信料金のセット販売が禁止されるのを前に、ソフトバンクではすでに同様のプランを発表しているほか、NTT ドコモでも端末料金の最大3分の1の支払いを免除するプランを提供しています。